していくぞ、走り決戦。今から第87回静岡大学浜松キャンパス新入生歓迎駅伝大会の開会式を行います。開会宣言。ただいまより第87回静岡大学浜松キャンパス、新入生歓迎駅伝大会を始めたいと思います。機械工学科の皆さん、今年も頑張ってください。どうもありがとうございました。皆さん、おはようございます。こういう外の行事はお天気が良ければかなり成功だと言われていますが、今日はちょっと暑いですけれども、とってもいいコンディションになりました。87回という90年に近い歴史があることや、企業からバックアップしていただいていること、そして今日640人の参加なんだそうですが、OB も多くの方がこうして参加いただいていること、それに加えて駅伝ですからたすきをつなげるという良さがあるのは分かっていましたけれども、工夫をされていて、3人が1組になってたすきを渡すという、すごく、みんなの仲間がね、力強くやれる大会だということが分かって、今日すごく期待してきています。で、集まった仲間ですか。今回、物質工学科の、仲間で集まりました。では一人ずつ意気込みを伺いたいと思うんですけど、よろしくお願いします。今日アンカー走るんですけど、入賞できるように全力で走りたいです。一生懸命頑張ります。負けないように頑張ります。頑張って走り切ります。順位を上げるよう頑張ります。では最後に、リーダーから仲間に一言お願いします。はい、入賞するぞ。すいません、ありがとうございました。どうも。ラーエチームは今のところ3連覇しているようなので、4連覇を目指してチームのみんなで一緒に頑張りたいと思います。頑張ってください。4年連続優勝なのでとても嬉しく思っています。一緒に走ってくれた仲間たちにメッセージがあればよろしくお願いします。皆さん毎日練習参加して本当にありがとうございました。この結果も皆さんのおかげで取れたことだと思います。本当にありがとうございました。本当に優勝おめでとうございました。行事についてどのように思われますか。はい、この駅伝大会は新入生の歓迎という意味が込められていると思いますので、新入生の横のつながりと、あと、先輩やその縦のつながりもですね、こういう機会でこう作ってもらえればいいんじゃないかなと思います。実際にですね、こう走っている姿を見て、学生たち OB たちが走っている姿を見てどのように思われますか。
若いっていいなって。普段こう教室会う時ってのは意外と学生さんこうバラバラじゃないですか。今こういうとこではですね、まあ、こうチームワークでやってるなっていうのは本当にいいんですね。まあ、そういう意味ではですね、やらまいか精神ですが、まあ、それで頑張ってほしいなという気がしますね。